はい、皆さんこんにちは、新生伊藤チャンネルです。はい、第2弾です。連続第2弾、カメラの起動ができませんってなったんですけど、映るようになりました、無事。なんでしょうね、ちょっと原因がわからないですね。はい、今回はですね、何の話しようかな。あ、そうだね、軽く動物の森シリーズの話しましょうか。動物の森利益書、こんなものでして、新生伊藤チャンネル専用の動物の森履歴書はこちらになります。こんな感じになってまして、まあメインシリーズのもの、スピンオフを除くと、まあそういうもの、スピンオフってやつかな。で、まあそういう感じで簡単に話させてくださいね。デビューは、大のデビューは、おいでよ動物の森、町へ行こうよ動物の森、飛び出せ動物の森となります。アミーボプラスも、あ、同じか。でも攻略本には追加されたものがありまして、いろいろありますよ。ハトの巣はおいもりから登場してたんです。知ってましたか？知ってる。ちょっと目やにが、ちょっと目やにがついてる。はい。今回は何の話をしようかなって。そうだな。ちょっと考え事。今回は何をしようかな。連続第2弾ということなので、これ連続ストップということで、なんかね、カメラの起動した時に起動できませんってなってるんですよ。撮影ができなくなるのかなと思って、無事起動ができました。これが現在の状況でして、はい、無事大丈夫です。はい、そうですね、ここまでにしたいと思います。新生伊藤チャンネルありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。以上をもちまして、新生伊藤チャンネル連続投稿ストップ、終わります。じゃあね、バイバーイ。